えー、お疲れ様です。今回はマージャンの実況でリクエストをいただきましたので、こちらの方答えていきたいと思います。題して、元裏プロがネットマージャンをやると、本当に視聴者さんの要望通り、2着で2万8千点から3万点の間で終われるのかという、ね、ことですけども、まあ、2千点の、ね、猶予がありますし、まあ、そんなに難しくないのかなと思いますけども、 途中でね、100万出されて飛んじゃうと、なんとも恥ずかしいことにはなると思います。まあ、あの、やれないことはないんでやってみましょうか。で、終わりが2着でしょ ?2 着で2万8000から3万ってことは、沈みの可能性がある、丸 A で終われってことですよね。これちょっと悔しいんですけども、まあ,あの2万8000から3万点で終わったら、2着でも3着でもちょっとね、今回はご容赦いただきたいかなというというころでございます。じゃあ4人マ、えージャンで、自由対戦でランダムでスタートしていきましょうか。 だからこれね、適当に打ってればそうなるってもんじゃなくて、まあ、少なくとも何倍に入ったらちょっと意識しないといけないですよね。えー、ドラが急層ですって、これちょっと高くならないようにも工夫しないといけない局面が出てくるかもしれません。まああの、こういうのってね、なんか懐かしいっていうか、昔あったんですよね。何、マージャン大会に出て、6着で終わってくださいみたいなことを頼まれた、どっかのジャンキ械の会長がいて、まあ、6着で終わりましたみたいなね。<laughs> すごいですよね。トップを取るのも難しいのになんかその頼まれた着順を取るっていうのはねなかなかのミステリーだと思いますけどもいかがなもんでしょうか。もうテンパイはねそんなに難しくないんですけどもあんまり高くなりすぎてもちょっとブレーキかけないといけなかったりで安かったらまくれなかったりとかありますんでねあこれは出ましたねはいこれリーチしていいんでしょうか。 中にリ,リーチしてまあいいや <laughs> とりあえずは自由にやらせてもらいましょうか最初はねああやられちゃいましたねローソウが入ってテンパイだったんですけどもまたローソウ引いてしまいました1300とリーチ棒放出で、えー、24000点になっちゃったなということですねこれなんかすごく高くなりそうじゃないですかこれ高くなっちゃっていいですかね <laughs> やめときましょうか やめきますよね。あんまり高くなると今度誰かがテンパイしてくんないと振り込めなくなっちゃうっていうねもう最もやってらんなくなっちゃいますから、ね、誰もテンパらないから振り込もうと思っても振り込めないしネットマージャンだからチョンボで自爆することもできないみたいなことになっちゃいけないんでねまたもうすぐテンパりますね私のハイパイはね、まあ、これちょっとさっき上がり逃したこともあるんでリーチかけさせてもらいましょうか,か少数 C を 放棄しててチートイツすするってのははどうですかねこれはなかなかユニークな麻雀だと思いませんかあおっかぎりーゃ入っちゃった。これで上がれないってことあんのかなあ,あ統一の数層を引いてしまいました。関数層に落ちました。まあ、かなりやばい展開で、これ3着っていうか4着になる可能性もありますよ。まあ、それはそれでね、なかなか面白いところだと思いますけど。まあ 終わったらどうなるのかそれだけがあの皆さんのね楽しみだと思いますんでそこにご注目でございます、うん、ただね麻雀をコン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 と打つぐらいだったら誰でもできると思うんでねなんかちょっとミラクルな麻雀ってのに、ね、出会いたいですよねこれがまあミラクルの第一歩じゃないですかいやー出ました「純ちゃん三色にならずに何かそのイーペイコーだけ」っていうね はい、はい、これはリーチせずでございますああ出ちゃったよまあ上がりましょうかこの辺でシャア切ったしね1300ポッチ、はい、あっという間にトンバが終わりますえっ、ー、となんかパーピンパーピンでドラをね2枚切ってきたトイメンとカミちャがいますけどもちょっと不気味ですねなんか ただ見てないだけっていう説もあるんですけどああこれどうですかね三郎スを引いちゃうとああなるほどね三郎層を引いちゃうともうまとまっちゃいますねこれねああんか悪質な差し込みにあったような気がしますねこれはね はい、じゃあ難波に入りましてそろそろ点数のことを気にしないといけないところかなと思いますまあ最初から気にしてるチーは気にしてるんですけどもなんせ上がりがね1300しかないというね展望の放出は一番にあるんですけどもじゃあこの辺で9万切って順ちゃんも3色も放棄していきましょうかあとあれですねこの両面が薄くなったところでもうちょっと受けに回るしかないかなってところですね はい、じゃあ、紙の人にトップを取ってもらうような立ち回りでいきましょうか。えーと、これは3層切っていけないのかな。あー、これね。テンパるのはね、すぐテンパるんですけどね。あ闇天がいました。ふーん。あっ、初のみなんだ、はい。親番でございます。ちょっとここで上がっていいもんか、悪いもんか悩むとこですけども。 これは連チャンしない方が良さそうですね下手に連チャンすると飛ぶ人が出る飛ぶ人は誰だって俺だって話ですけど、はい、じゃあこれはちょっと積極的に仕掛けていきつつドラの白をねポンと切らないようにしなくちゃいけないかなとーリーチが入ったのか、まあ、嫌なところでね急ピン残りましたねこれはね 3層は大丈夫でしょう急便切らしてもらえそうですねこれね、はい、2人入ーチになっちゃった横移動でお願いしますはいじゃあこれでラス前になったのかなはいラス前なんでこれでえっ、ー、と2着か3着で2万8000点から3万の間で終わればいいんですよね まあできそうでしょ、これも。ここの時点で。これ、泣いときましょうか。すぐできちゃうんでつまんないんで、ここで、なんか、役なしの泣きをして、もう、自らね、波乱を起こして、大丈夫かいなと思わせるとほら、テンパっちゃうんですよ、これ。こんな仕掛けでも。テンパるだけじゃダメなんですけどね、これで。なんか、リャンワンのシャボで。あ、上がれちゃった。はい。じゃあ、オーラスなんで、まんまあと。 そああちょっとこれね大きい手を狙いたくなるようなハイパーですね、まあ、あまり大きくならないように押さえて押さえてこれ泣きましょうかしたらこの役なしの泣きをすることによってもうハラハラさせるという作戦ですね

3着だったんですけどもご覧のようになりました、うん、だからこういうのは大体難しい部類に入るまあゲーム時間8分ですか、うん、まあこんなとこですねこれで本当に2着を指定されて2着っていうのは、ね、やっぱりきついですよはっきり言ってその2着で2万8000から3万ってことは丸 A をだからトップが独り行きにすることが前提ですからねうんやっぱりその 2万8000から3万っていう指定があるんだったら3着でやってくれっていう風な指示だといいんですけどね、はい、まあちょっと注文付けさせてもらいましたけども、うん、まああのご覧のように3着で終わることができました、ねうん、以上でございますまたリクエストしてください